こんにちは、心理カウンセラーの高森です。会社にいると同僚や上司に嫌なことを言われるってこと当然ありますよね。この時に非常にストレスが感じてイライラする、落ち込む、自分を責めるっていうふうになりやすいんですけども、この時にこのストレスを減らす一つのやり方があります。それは相手やその言動を評価しないっていうことですね。評価っていうのは要はいいとか悪いとか正しいとか間違ってる。大抵の場合嫌なことを言われるって時は相手のことを間違ってるとか相手が悪い、もしくは自分が間違っている、自分が悪いっていう、これはいい悪い評価っていうところに入ってるんですよね。あえてそういった状況になりすぎる時こそこれを評価しない、ただ仕事の相手としてどう関わるかっていうことだけをクールに考えるっていうふうに頭をこう切り替えていくんですね。そうしますと徐々にそういったことにも免疫がついて、あまり気にならずに仕事を支障なく続けられる、あまり言われたことを尾を引かないというふうにもなっていきますね。まあ、こういったことを積み上げていくことが仕事のパフォーマンスを上げますし、何よりこのうつ病の予防ということにもプラスに働くかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。